的な今年の目標っていうところというか、というところはどういったところに、はい、まあ、全ての大会でしっかりと、うん、上位争いに食い込んで、上の方に行きたいというふうに思ってます。4期目と言われますけれど、自分の中でも3期目ぐらいのイメージなんですけれど、年々理解を深めてるつもりですし、いろんなことに対して一番最初にここのポジションの仕事を引き受けた時というのは、もう一度ガンバを強くすると、強いチームにしていくんだというふうな思いで引き受けましたし、そういったところに徐々にまた近づき、いけつつあるかなというふうに思いますけれども、もちろんタイトルというところに関してもチャレンジしていけるようなチーム作りをしていきたいというふうに思っています。我々のチームにいる選手の良さをいかに引き出して、よりチャンスを作れて、より点を取れるような方法とか、そういうところをトライしたりチャレンジできる今時間があると思ってますから、従来から言っているように、いろいろな戦い方ができるチームでありたいと思っているので、今そういう流れでやっています。なんていうの、180度違ったようなことをしていると思うんで、まあ、去年はパドがシンプルに裏抜けて、走ったところにボール入れてって感じなんで、今年はまあ下でつないでいけるようにっていう感じなんで、まあ、ビルドアップの時のポジショニングもそうですし、ボール受けた時の自分が見るところやったり、仕留めのところの入り方っていうのはすごく意識はしています。相手に対する分析とか、そこの変化も早いですし、対応も早いリーグだというふうに捉えてますし、まあ、そういった意味でやはり一つの戦い方しかできないというよりも、まあ、こういう試合もできるし、こういう試合もできるし、こういう対戦相手によってはこういう、まあ、システムも含めてというものは、持っておきたいなというふうには思ってます。バリエーションというか、まあ、どんな形で攻めていくのかみたいなのところは、そうですね、今シーズン始まって結構強調してやってるかなとは思います。まあ、欲張りですけれど、やっぱり早く攻め切ることができる瞬間にはその速さも必要になると思いますし、でもその速さだけの攻撃はしたくないですし、やはり試合の流れとか、まあ、自分たちの疲労なんかも含めて少しスピードダウンしてボールを持つ時間帯とかっていう試合巧者ぶりも必要になると思いますし、まあ、ボールを持つことで、まあ、守備をする時間を減らすというところもありますし、去年は守備の練習が多かったんですけど、まあ、今年は攻撃の練習も去年以上に多くなってるなというふうには思います。まあ、ポゼッションが多くなったかなと思います。高いレベルでやれるようになればより攻撃的にはできるかなと思いますし、選手の良さっていうのが引き出せるフォーメーションではあるかなと思うんで、みんながどうやってボールをチームとして動かすかというところに関しての意識をみんなで共有できてきているというところはあると思ってますし、新しい選手、まあ、主にセジョンですけれども、彼のプレーを理解してチームの中に取り入れるというところであったり、途中からレアンドロであったりチアゴも入ってきて、まあ、お互いを知る時間ということもできていると思ってますし、そういった戦力と近いと融合していくのはもう少し先になるとは思うんですけれども、そういうものはポジティブなところかなと思っています。やっぱり左右に散らすボールだったりとかは非常に質が高いですし、間にどんどん顔を出してボールを受けてくれるんで、後ろからしたら正常の目に入るんで、そこはありがたいですし、去年の後半のシーズンだましだましやってくれていたところあると思うんですけども、やはりそこに関してのストレスは感じていたように思いますし、一度しっかりと治療すると、フレッシュな仕組みの状態にできるだけ戻してから勝負をしたいという本人の意向もありましたし、まあ、予想よりも状態は早く上がってきてるなという印象を持ってます。今シーズンのチームに対する貢献というのを期待しています。まあ、若い選手を、しっかりとみんな自分の存在をアピールしようというふうに積極的にやってくれてますし、まあ、みんなが頑張ってると思ってます。後ろから組み立てていくところであったりとか、まあ、それこそ視野の広さとかキックの質とかのところでは、
まあ、全然勝負できると思ってますし、まあ、自分がそこに関しては今のチームの中では、一番自信を持ってやれるところだと思うので。はい、元太に今年も、やってもらうつもりです。キャプテンをやってきていることで選手として人として深みを持てるようになってきていると思いますし、そのチームが勝つために何すべきか、チームとしてグループとしてどういうことが最善なのかということを考えて、まとめてもらいたいですし。いや、まあ、今年もよろしく頼みたいと思うっていうふうには言ってもらったんで、答えられるようにやっていきたいなと思います。総力として底力を出せた部分もあると思うんで、そういった部分を今シーズンも出せるように、いろんな選手とコミュニケーションを取りながら、新加入の選手もいますし、そういったところ少しでもスムーズに入っていけるようにとは思います。今年はその両方がチームとしてもタイトルを取るし、個人としてもそのタイトルにチームの代表にも貢献できるようにというところは強く思ってますし、シーズン終わった時に、まあ、僕らもそうですし、クラブにかかっている人たち全員がハッピーな気持ちで1シーズン終われるような、そんなシーズンにしていきたいなと思います。